やっほー。やっほー。無本でござる。え？ちょっと言ってみたかっただけ。でもさ、戦国時代ってやっぱり裏切ったり裏切られたりが多かったって言うじゃない？まあ確かにそう言われればそうだな。有名どころだったら信長を裏切った戦国ボンバーマンこと松永久秀とか、関ヶ原で東軍に寝返った小早川秀明とか、信長を本能寺の変で撃った明智光秀とか。光秀って信長を撃つことに成功したのにもかかわらず結局秀吉に撃たれちゃうよね。もしかしたら光秀は一大勢力としてその後も存在してた可能性もゼロではなかったんだけど、まさかの事態が起きまくった結果、最終的に撃たれてしまうんだ。何それ？ってことで今回は、なぜ光秀が信長を撃ってから2週間に満たない日数で撃たれてしまったのか、信長を撃った後から山崎の戦いまでを簡単に解説しようと思うぜ。地味に気になる内容だわ。ではでは、この時、本来光秀は秀吉の援軍として中国地方へ向かうはずだった。それが、まさかの京に向かって、よく映画とかで見る有名なセリフ、敵は本能寺にありって宣言することになるんだけど、それを言ったとされるのが天正10年6月2日の未明のこと。めちゃくちゃ有名なセリフよね。そして織田信長は天下統一を目前に本能寺でその生涯に終止符を打つことになった。あっさりね。だけど本当にまさかよね。織田家にとって不運だったのは本能寺の変で信長が撃たれてしまったことは当然だけど、信長の長男ですでに家督を譲り受けていた信忠も自害に追い込まれてしまったことも大きいな。信長が撃たれたことに注目されるけど、あんまりそこを気にしたことなかったわ。本能寺の変が起きた際、信忠はわずかな手勢と共に本能寺近くの明覚寺に滞在してたんだ。光秀の謀反の知らせを聞いて、すぐさま本能寺に向かうんだけど、その道中で信長が亡くなったことを聞かされるんだ。あらららら、とりあえず逃げないと。この時点では信忠は京を脱出することも可能だった。南の境では弟の信孝や庭長秀らが率いる四国討伐隊が都会を目前に待機していたし、さすがに遠いけど西の針までは橋場秀吉の中国討伐隊が備中高松城に水攻めを行っていた。境に逃げればまだなんとかなりそうね。だけど信忠が向かったのは京の二条新御所だった。おおい、京を封鎖していると思ったのか、光秀に朝廷を抑えられるのを危惧したのかもしれない。親王救出に向かって無事に脱出させた後信忠は二条御所で籠城した。さすがに無理があるでしょ。その通りさすがに兵力差がありすぎて結局自害に追い込まれたんだ。あらららら。ちなみにこの時信忠はなんと、叔父にあたる織田浦九斎に進言されて自害に及んだとも言われてるんだけど、その浦九斎は見事にちゃっかりと逃げ延びることに成功してる。なんとまさかだわ。だけどこの時逃げたことを京都の人たちは皮肉って歌を作ったりしたみたい。民衆怖いわね。そしてこの時信忠が亡くなったことで、信長の後継者の最有力候補が消えて、後に新たな争いを生むことになるんだ。生きてたらまた違ったことになってたんだね。そして一方、謀反を成功させた明智光秀だったけど、信長、信忠の遺体を発見することができなかったことから、信長が生きているという情報が錯綜することにもなって、ここから光秀は数々の誤算に頭を悩ませることになっていく。確かに信長や信忠の遺体が見つからないと、みんなもし信長が生きてたらってなるもんね。この時柴田勝家は越中魚津城で上杉勢と対峙してて、滝川一益は神津家の国の前橋城で北条勢を牽制してた。そして信長の三男、織田信孝、そして庭長秀は大阪堺で四国征伐の準備をしていた。勝家や一益は知ったとしても京に来るまで少し時間かかりそうね。ほんと見事に有力な武将が離れた場所にいるわ。そしてあの徳川家康はわずかな共回りと境にいた。信長が亡くなった知らせを聞いて取り乱した家康は自害を試みたとも言われてる。そんなに？前後含めて家康は結構ピンチになると自害しようとしてたみたいだし、本当に誰も止めなかったらしたのかどうかはわからないけど、切腹するよするよ詐欺じゃないの。とはいえ危機であることには変わりはなかった。家康は宇治から甲賀、さらに伊賀越えという南路をたどってやっとのことで三河へ帰還した。有名なあれだね。そうそう。そして一方の光秀は京都を抑えた後、柴田勝家などに対処できるように信長の本拠地だった安土を中心とする近江をほぼ平定したりしてる。素早いわね。とはいえまさか味方についてくれると思った光秀の娘婿にあたる細川忠興とその父、細川藤孝。信長の喪に服すと言って早々に中立の構えを見せる。あらららら、光秀が計画が漏れるのを恐れたのか、それとも相談する間もなく突発的に謀反を起こしたのか。いずれにしても細川節が知ったのは謀反が起きてからだったんだ。そりゃいきなり謀反を起こされたらそうなっちゃうか。さらにこの頃、光秀にとって重大な大誤算の元になる出来事が起きていた。中国方面軍の大将として備中高松城を攻めている秀吉。光秀にとって京から約200キロ先にいる秀吉はまだ信長の死を知らないはずだった。はずだった？だけど秀吉は謀反翌日の6月3日には信長が亡くなったことを知ってしまった。早すぎじゃない？
通説では光秀は毛利に密使を送って、信長の死を毛利に知らせて、毛利に秀吉を撃つように進めてたみたいなんだ。え？毛利方がその通りに動くかもわからないのに。そして普通に光秀の密使は備中高松城を取り囲んでいた秀吉の兵に捕獲されたんだ。ええ？秀吉が配置してた忍びが捕まえたっていう話もあるけどな。偶然にしては幸運すぎるわね。今日の動向を知らせるように依頼してた長谷川宗人の使者から知ったっていう話もあるけどな。それもまたありそうな話ね。何にせよ秀吉は光秀が思った以上に早くことの顛末を知ることになるんだ。光秀の大誤算ね。この時、秀吉の軍師的存在となっていた黒田義隆、殿の出番が参りましたな、なんて言ったことから、秀吉の警戒を受けて冷遇されたとも言われてる。確かにそこまで考えてると何こいつ怖いわってなるわね。そして信長が亡くなったことを知った秀吉の行動はとても素早く、この決断の速さが光秀の運命を大きく変え、その後の織田家の後継者問題でも秀吉は発言力を高めることになるんだ。この決断がこの先のいろんな歴史も変えることになったのね。毛利方には悟られないように講和を急いだ。このまま戦っても備中高松城は降伏するしかない状態だったけど、焦っているのを隠しつつ和議の実現を早め、そして秀吉は和睦条件の一つだった清水宗春の切腹を見届けると、毛利方に悟られないように素早く撤収を進めて、秀吉たちは中国大返しと言われる大移動を始める。秀吉撤退の翌日、毛利方も本能寺の変のことを知って秀吉の軍を追撃しようという意見もあったけど、毛利方は生死を交わしている以上和議を重視したから幸い追撃はなかった。めっちゃ危なかったわよね。光秀と挟み撃ちにされてたかも。とはいえ毛利方も追撃したくてもできない状態だったとも言われてる。さらに秀吉は京に戻るまでの進路上に勢力を張る摂津衆が光秀に加担しないように、信長や信忠が無事に逃げたっていう情報操作を行ったりしてる。見事に信長と信忠の遺体も見つかってないしね。日程には諸説あるんだけど6月6日に中国大返しを開始して、高松城から沼城までの距離約22キロを駆け抜け、さらにそこから約70キロを駆け抜けて6月7日か8日には黒田義隆の居城姫路城に到着。約100キロを2日くらいで駆け抜けてるじゃない。すごすぎでしょ。そして姫路城で一旦体制を整え、この時秀吉は姫路城にあった金や米なんかを配下に分配して、光秀を撃ったらもっと恩賞が期待できることを示唆して兵のモチベーションを上げたとも言われてる。うわぁ、秀吉らしいわ。そして6月9日には姫路城を出発して、光秀と合戦を行うまで備中高松城を立ってから合計7日で200キロもの距離を進むことになるんだ。距離と時間もすごいけどやっぱりそれを決断したとこがすごいわ。一方の光秀、6月7日には朝廷から勅使が来て戦勝祝賀を受けその後、上洛して朝廷に銀子を献上したりしてる。さらに6月9日付で細川藤高に対して再び味方してくれるように書状を送ってるんだけど、すでに秀吉の使者が細川藤高と接触していたとも言われてる。こういうのほんと秀吉ってすごいよね。さらに当初は味方してくれたけどどちらにつくのか微妙な感じの筒井純慶に圧力をかけるけど、結局純慶は兵を引き上げてしまい、そんな最中にまさかの秀吉が予想以上に早く接近している知らせを受けて、見込んでいた味方の参戦が得られず、予想を超えた秀吉の進軍スピードによって十分な準備ができないまま秀吉を迎え撃つことになるんだ。この時点ですでにもう秀吉が光秀の上を行ってる感じがするわね。一方姫路城を出発してからの秀吉軍、逆賊である光秀を撃つ戦いで、義は自分にあることを所掌に強調して、進軍中も池田恒興、高山右近、中川清秀たち摂津の所掌が次々に合流した。すると、兵の脱走で減ってはいたけど四国に渡る予定だった織田信孝や丹羽長秀も合流。名目上の総大将を信孝とすることで弔い合戦の形を整えて、戦の総指揮は秀吉が取ることに。やっぱり一度兵が増え出したら勝ち馬に乗ろうとする人も増えるだろうね。そして6月12日明智軍と羽柴軍は、摂津と山城の国境、現在の大阪京都府の境、山崎の地で対峙激突することに。すでに光秀の準備不足感否めないわね。数の上でも秀吉軍が圧倒的に有利だったぜ。秀吉の軍が約2万から4万に対して光秀の軍は1万から1万6千とも言われてる。うわぁ、かなり厳しいし万が一勝っても結構積んでる気が。そしてこの時光秀、秀吉の大軍が通過できる場所が天王山と当時広がっていた沼地の間の狭い空間しかなかったから、その出口を塞ぐように迎え撃ったそう。そして本格的な戦いは、6月13日の午後4時頃、秀吉軍の中川清秀の隊に、光秀軍の伊勢貞興の隊が襲いかかったことに始まり、それにこうして光秀軍の斎藤歳三も秀吉軍の高山右近に攻撃を開始。すると中川、高山隊は窮地に陥った。おお、明智軍もしかしてあるかも？だけど両隊は堀秀政の加勢でなんとか危機を脱し、秀吉軍と光秀軍は一進一退の攻防が続いた。
おお。だけどここで秀吉軍の池田恒興たちが光秀軍の津田信春を奇襲したことで大きく戦局が動いて、その他の秀吉軍の隊も押し返し始めたんだ。やっぱりそうなっちゃうんだよね。そもそも秀吉の軍は仇討ちということで大義名分もあって士気も高かったと思う。確かに。一方光秀軍は数において不利な上に期待した味方は現れないし、秀吉の軍のように仇討ちのようなわかりやすい大義名分も持ち合わせてはいない。確かにねー。そこは大きいかもね。結局動揺した光秀の軍は兵が逃げ出して総崩れになった。あらら。そして後に山崎の戦いと呼ばれるこの戦い、秀吉の圧勝でわずか1日で決着がついたんだ。秀吉が本当に上を行ってたわね。光秀は体勢を立て直そうと大江坂本城まで落ち延びようとしたけれど、最後の大誤算がここで起きる。なんと山中で落ち武者狩りに会いた竹槍に疲れてまさかの不名誉なしを迎えることに。あの織田信長を撃った男がまさかの落ち武者狩り。あまりにあっけない最後だった。あっけなさすぎるわ。後に光秀の三日天下と言われることになる短い光秀の天下。実際には光秀が亡くなるまでは本能寺の変から数えても12日間ある。めっちゃ持ってるわね。短いことには変わりないけど。とはいえ光秀も信長に重用されたくらいだから決して凡庸な人ではなかったとは思う。だけどさすがに相手が悪すぎたとしか言いようがない。たった7日の間に講和を結び、移動して味方を取りまとめ、着陣して戦闘に及び、たった1日で勝利までもぎ取った秀吉があまりにも凄すぎるんだと思う。確かに道中の情報操作にしても見事に効いてるしね。それに中国大返し自体もすごいんだけど、そこを決断したところが一番だわ。そういう一つ一つの決断で大きく歴史が動いていくところが面白いよな。そして光秀、名門と騎士出身を自称してはいたけど前半生には謎も多くて、ここまで出世できたのもかなりすごい。そしてそれを可能にしたのが能力重視の人事を行った信長な気がする。理由は明確にはなってはないけど、光秀は自分を誰よりも高く評価してくれた男を自らの手で葬り去って、自らもあっけない最後を迎えることになったんだ。本当になんで本能寺の変を起こしたんだろうね。これはこの先もずっと謎だろうな。あくまで説でしかないもんね。本人が決心した時の感情とか日記でもない限りは借りっこないしね。そして見事主君、信長の仇を討つことに成功した秀吉。その後は同じ織田家中で争って、トップの位置に立つために奔走することになるんだ。ってことで今回の解説はここまでだぜ。とにかく光秀に多くの誤算を生むくらい秀吉の作戦が上を行ってたってことはよくわかったわ。それで十分なんだぜ。ってことで、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。これからも歴史に関する解説を頑張っていくので、ぜひチャンネル登録と、面白かったらでいいので高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。それではまた次回の解説で、またねー。